皆さんこんにちは、エルザです。今回は黒森町キタンやっていきたいと思います。まあついに最終章に入るっていうところだね。ただいろいろストーリーっていうか話しかけると会話が変わってるってことなんで、いろんな人話しに行きたいなと思います。でもな、ここら辺行けないからな。あとあれどっち行くかだよね、映写機とね。もうあの扉に入ったら会話は進んじゃうから、ユンメさんには話しかけれないんだけど、それ以外だよな。まあ雨止んだからこともね、進んでることは進むだろうからね。まずこっちは、開ける必要はない。でもさ、絶対親父さん関わってるよね。しまった、妖怪目を落としちゃったみたい。おいバカ人間、俺様ここだ。どこ？あ、もしかして。もしかして。うんてめえ、よくも俺様置き去りにしやがったな。ごめんなさい、あの時はそういうところじゃなくて。まあいい、別に責めてるわけじゃないんだ。みんなのために怨霊を退治してくれてたんだからな。でもどうしてここに？怨霊の恨みの念に危うく飲み込まれそうになったところで、こいつが助けてくれたんだ。ありがとう。音量が消えて、泣き止みの中、霊魂も解放された。彩香さんをここに戻ってきて、こいつの演奏を聞いてから消えていったんだ。あ、なるほど。あんたが彩香さんの魂を解放してくれたんで、こいつもすごく感謝してるってよ。いいんです、俺なんて。あんたの気持ちが彩香さんに届いたから、彼女は戻ってきたんです。あんためちゃめちゃいいやつだな。今回一つ借りってことにしとくぜ。誰かにいじめられたら、そいつの全身血抜けるほど乗れかけてやるからな。それ怖えよ。その血の抜ける呪いは怖いって。え、あんたはここを離れるんだろ？時間があったらまた遊びに来いや。はい。でもさ、これ、そうだね、そういうことか。音楽が鳴ってるのって、この飛行が弾いてるからだもんね。まあでも結局、愛花さんは会いに来たと。準備中だね。キツネさん、お前玉崎さん誘拐した人間だな。まあそうなんだけどね、巻いたりしないから変わらなくていいぞ。お嬢さんが銃を手に入れられたのはいいことだ。安心しろ、俺の近くにいれば他のキツネにも手は出しはさせん。あら、それはあれなんだ。まあ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 、さ、何自由になったの嬉しかったんだね、何気に。ただ私の方は進めてた歌詞もすでに完成していて、私が翻訳したものとあなたが見つけたものを比較してみたいのですが。ああ、なるほど。お、まさか。一部の文が違いがほとんど同じですよ。あは、キラさんが最初を探すと言ってくれたおかげですごく気持ちが楽になって、翻訳速度も格段に上がったんですよ。絵がとても美しいな。それに、造詞が深いと。待ってください、この原稿。下の方にある署名。これは、喜作さん。喜作さん。喜作さん、有名な民族学の専門家で、私ととても尊敬して先生なんですよ。3年前にちょうど黒森町を視察中だった喜作さんは、劇場で毒ガス事件に巻き込まれて、不幸にも亡くなってしまったんです。ああ、そこにいたんだ。形成完成を頑張りますと。すごいね。まあまあなんか縁がつながったって感じだね。最初は方針の過去。え、何？なんか聞けるの？意味？最初の意味？80年前に遡りますと。はい。英子という神を信仰していました。そうだね。英子神だったよね。前部が本気、下村水道が始まりますと。第二次世界大戦で村の男はほとんど戦死してしまったんですが、おとべき子に、方針教を信仰した男たちは全員無事に帰ってきたんです。はぁー。生き延びて帰ってきたと、方針の過去で。彼女がいることはすなわち一族の家族を意味しますと、すまじい勢いで村中に広まり、ついには栄光神にとって変わり、ああ、方針の方がそれで、方針の方に行ってしまったってことか。
ああ、方針の由来。公共神羅万物のあるということで、時空四季の巡り、万物の成長を司る強大な神です。はいはい。方針は、鹿島村にある一家に生まれた女の赤ちゃんに転生していたと言われる。ああ、なるほど。そういう風になってくるか。ああ、で、不吉なものとして扱う人がほとんど。これは意味する神宮と呼ばれている。発言権を持っていました。お客様様より4年前に亡くなっています。4年前でも8歳だからな。また違うだろうな。閉鎖放題だと、周囲の妖怪たちが劇場に住み着き、店を始めになった今。しかし数年前、映画のフィルムを保管した山部が音量に占拠されてしまったんですと。はいはい。方針に音量を退治してくれを願いようとしました。だから方針祭をしてたわけね。ああ、むしろ信者ほとんどいないくらいの他の信者ってか違うんだね。人間は未知の力に対し異縁の目を持ちますから、それゆえ信仰生まれます。ですが我々妖怪は神はしばしば交流もありますし、妖怪にとって神は未知の力なんで、ああ、未知の力ではないのか。我々と神は客と商人のような関係ですね。我々が神に供物を捧げると、神は邪霊を退治してくる。それ以上の関係はありません。いい関係といえばいい関係だね。インスピレーションを求めた旅に出たらしいんだな。見送りもできなかったな。まあ申し訳ないけどね。めぐみさんの過去のことは知ってたんだな。めぐみさんにはずっとそのことを隠してきたか、めぐみさん過去のことは絶対に触れたわけないみたいだったから。あえて触れなかったってことね。そう。雨は止んだ。まあ、物々しい雰囲気はね、変わらないんだけど、ちょっと、あれだ、スイカ、まずスイカ。スイカの猫ちゃん。かき氷。あ、ちょっとここあるじゃん、ショル。あ、何が変わる？はいはい。特になし。まさかのなし。誰かいる？さすがにないか。猫カフェ行こう。あ、いた、すずちゃん。いや、話進まないで変わらないね。お久しぶり。何もなし。そこまで何もない。お酒は二十歳になってから。いやー、あれかな、エンディングの分岐があるだけでも特にはないかな。へー、ニワトリさん、まさかの、ここって書いてきた。アトロフィーの名前がね、ここってなってた今。はぁ、あ、まさかの繋がったね。あれ、意外と、いろいろやり込んでんじゃない。まあでも、お化けも結局、ね、最初にやった幽霊ね。あれも最初襲われただけでさ、粉木じじいかなんかだったっけ。あれもあの後何もないもんね。じゃあ、あれかな、一応話せる人とかこれで全部終わりかな。ニワトリちゃん、あ、いた。あちゃんの友達、いい、とてもすごい。そうだね。もう、できることはこれで終わりって感じかな。じゃあそうだね、エンディングっていうか最終章に向けて
あ、ちょっと待った。その前に一回入ってみよう。何か変わる？あ、コーヒーだって。あ、ちょっと待った。これまさか読める？あ、すごい入れる。ここだけなんだ入れるの。マジか。まあでもここそう。あ、はい。読んでも多分変わんないよね。130クロボ森劇場。まあ、ここに関係してた3つは今出てきたってことだね。終わったっていう話だよね。ちょっと待って、これさ、カレンダーのバッテンがずっと気になってて。関係ないか？もう劇場すぐ行けるしね。まあまあまあ、ちょっと会話はできたけどっていうところだったね。で、こっちだって、何もないでしょ。入れないもんね。よし、じゃあね、いろいろ話してきたんで、もう一度17に上書きして、よし行きましょうか。一応右側が、記憶を取り戻せる。で、左が遮影室。ここでどっちを選ぶかっていう感じなんだけど、自分の記憶を取り戻すのか、だから記憶取り戻さずに行くとどうなるのかっていう話だよね。まず左から行こっか。呪いを解く。あ、つけましょう。フィルムを装填した後、スクリーンで、はい、こっちで見ると。うわー、こっち見てる。うわさあ、呪いを解くとなったけど、あー、そういうエンディングになるのかな。桐谷さん、どうしてここに。木原ちゃん、ありがとう。親が話せるようになったの。うん、木原ちゃんが遮影液の電源を入れた瞬間、全ての呪いは消えたわ。木原ちゃん、あなたが心から私を信頼してくれたこと、私本当に感動した。でも、ごめんなさい。呪いが解けたら真実を話すと約束したけど、この真実は木原ちゃんにとってあまりにも重すぎる。だから教えられない。ごめんなさい。窓の外は見慣れた風景。帰りの電車の中だ。長い夢を見ていた気がする。夢の中で何があったのかは思い出せない。さっき呼んだ名前、桐谷さん。え、誰だろう。ああ、こっちはその呪いが解けて、もうだから呪いに関する記憶を全て消したってわけか。ああ、忘却って感じかな。まあまあまあ、こっちはこっちで一つのエンディングだね。これは面白い。俺、このまま何も変わんないんかな。でも、フィルムをはめて、その、回転した時にさ、でも、誰かの命っていうか、呪いを解くのに誰かを代償にしてるわけだよね。生贄に支えたって感じだよね。
鬼の面が3つあったのもちょっと気になるんだよな。でもあれ4人でしょ、4人、女性がまあいたとして残り3人がさ誰なんだろうね。これあれかな、記憶の方辿っていったらわかるんだろうかな。ここら辺難しいね。お、そろそろ着くかな。本に1枚の絵が挟んである。ああ、やっぱこれなんだ。あ、その記憶すらないの。あ、じゃあ本当あれだね、全部忘れるみたいな感じなんだ。あまあ一応キトエンディング1、あ、呪いを解こうってやったらってことだね。まあでも目的通りその呪いね、呪いを解くためにっていう流れだから、まあ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 、ただ主人公の記憶は戻らないからどっち優先するかだよね。記憶取り戻したいっていう欲を取るか呪いを解こうっていうふうになるのが、でも呪いを解く願いってあれユキちゃんの願いなんだよね。だから次は自分の記憶を取り戻そう、まあ真実へとたどり着きますだって。だこっちがちゃんとしたエンディングになるのかな。木原さん、フィルムを再生しに来たでやんすか。はい、ユンメさん、パックさん、よろしくお願いします。木原さんにはいろいろとお世話になりましたんで、このくらいお安いご用でやんす。どうぞこちらへ。まずはバックの催眠術でフィルムの世界へ入るでやんす。さあさあ目を閉じて深呼吸してゆったりとリラックスするでやんす。バックがフィルムと木原さんの意識をつなげています。だんだん眠たくなってきましたね。飛んでった。やっぱり木原さんは夢の中で黒森町に連れて行かれたもん。やはりなんだ。衛星ケーキ。ああ。角がめくれてる。別の場所。まず調べてから。株価上昇が止まらない。まだ様子見ですか？早い者勝ち。今こそ最高の時代。無限のチャンスがここに。平田投資会社。土地、もっと土地が必要だ。春の竹の子にどんどん高層ビル建設しよう。厳しい冬の到来、日本経済の危機に直面します。ただバブルだよね。当時こういう警告は熱狂的な投機ブームに完全に埋もれてしまっていたのね。はい、めくります。お？これは自分の家族じゃないの。上に落書きが書いてある。パパとママと私一緒にお出かけしました。お、登れる。別の場所、他にない？それだけ？じゃあめくろうか。3月21日はパパの誕生日と。パパとママと私は小さなお家に住んでいます。側には鍵がかかってる。じゃあこっちから降りる感じか。ファックス用紙。木原さん、我が社は放水より効果的な成長促進剤は既に開発済みですが、鹿島水害の最大の価値はブランドと口コミにあります。我々は鹿島村に投資した工場を建設する必要があると非常に強く感じています。差し迫った問題と言っても過言ではないでしょう。他にも不動産や観光開発のためさらに多くの土地を購入する予定ですと。
木原さんにはさらなる投資リスク評価の実施をお願いしますと。我が社への木原さんの貢献は社員全員が肝に銘じるところですと。島村の水戸は方針という神を信仰しており、この土地は方針からの恵みであると考えているため、開発は非常に困難ですと。村に工場を建設するよう彼らを説得するのは容易ではありません。しかし、鹿島村の鉄道輸送システム担当者である松山さんは、工場建設計画を支持してくれており、はぁ、なるほど。だからこの松山さんがあれだよね。死亡犯の人だったよね。村の、他の村との工場建設支持を説得してくださるとのことです。で、発言権はでもないんだよね。裏切ったなって言われたのは、だから村を売りやがったなっていうところか。あー、なるほど。だからそもそも事件を起こして人が来なくなれば、その鉄道でね、人が来なくなれば村は自然と衰退するし、毒の影響で風評被害も出てくるわけだね。今日は私の誕生日、パパとママと一緒に家族写真を撮りました。日記に可愛いウサギの付箋がついていると。今日からあなたは家の鍵を持つのをなくさないように大切にしてね。でもまあ父さん母さんはなんか仲良さそうだけどね。どこを見てますか？え？真正面じゃないの？ああ、はい。写真。ああ、写ってる。で、鍵を取ると、家の鍵を手に入れた。これ下から入る感じか。はい。これ深層心理だろうね。どんどん奥に入っていくみたいなね。家だ。ただいま。家族崩壊してたってことかな。立ち退き、ダム建設のため鹿島村及び周辺解体工事を行われますと。他の場所調べてからね。あー、はい、別の場所。あ、いや、ちゃちゃ、飛ぶ。江原ちゃんは念写したいの？うん、あの交通事故の前に家で何が起こったのか知りたい。交通事故の前に家で何があったのかなんだ。平成1位、工場建設権はどうなった？話がまとまったよ。よかった。方針にお参りしたのが本当に効果あったみたいね。これであなたも激務から解放されるわね。しばらくここに残って他の不動産計画の評価をしてくれって頼まれてるんだ。でも一旦連休を取ってからでいいかな。やっと夏森を北海道へ連れて行ってあげられるね。夏森行ったらきっと喜びで眠れないわよ。ああ。誠一どうしたの？なんでもない。帰ってる時さ。早く、これからしばらく君と俺たちの子供とみんなで一緒に過ごそうな。試験が終わった直後にふとあの答えは間違っていたかもしれないと気づく時のように、ただの思い過ごしであることを期待していた。しかし現実はやはり気がかりな方向へと向かっていく。そしてついに、取り返しのつかない悲劇を招くこととなる。1990年年末、この国に反達した泡の巨塔が崩壊した。あ、バブルね。はいはい。はい、ここを出るんだ。
何があったの？工場検査計画が立ち消えになった。どうしてそんなことに？株式市場が暴落して会社がほとんどの不動産計画を中止したんだ。柏原人たちにもすぐ座るはずだ。ここにいてはまずい。早く夏森と一緒に先に行ってくれ。本当に大事なものだけまとめて後のものを置いていくんだ。手間の鍵だ。あなたは？書斎に重要な内部資料がたくさんあるんだ。他人に渡すわけにいかない。それを処分してから君たちと合流するよ。わかったわ。気をつけてね。キャラさん、計画書類の処分をお願いできないでしょうか。報酬の半分はすでに口座に振り込んであります。処分していただけるなら残りの半分はもちろんさらに報酬をお納めいたします。最後のいくばくかの金のため俺は人生で最も大きな過ちを犯した。このスケを逃がすか。ああ、そうなるんだ。全財産確定構造検査を支援したってのに全部なくなっちまったんじゃないか。このススキの家族は方針様への生贄にしろ。家族に逃げられた。お前たち何をしてる。村長、こいつは工場建設するんだと抜かして結局村人の財産を巻き上げただけの詐欺師なんだ。破産して自殺した村人何人かいるでしょう。それも全部この嘘つきのせいなんですよ。お前も発起人だということを忘れるんじゃないぞ。最初に工場建設の話が出た時、一番積極的だったのはお前だろう。あの同意書に署名したのは私にも責任がある。神宮様が今は村が一つになる時だとおっしゃった。もっと苦しい時代も乗り越えてきただろう。今回はもっと何とかなる。みんなで今後の対策を話そう。とにかく今日は帰るんだ。申し訳ありません。騙すつもりではなかったんです。すべて想定外のことで。行きなさい。これは神宮様のご意向だ。あと、車一丁の外れで交通事故があって、どうもあんたの家の車のようだ。私の家族は？娘さんの重傷で応急処置の最中だ。綾子は？村人が駆けつけた時、車から火が出て、奥さんは逃げられなかったようだ。トップクラスの大学で経済学を専攻した。経済理論分析モデル、そんなものはいくらでも挙げられる。俺は崇高な職に従事していると信じている。己の知識頭脳で人々に幸福をもたらすことができると。しかし、あまたいる時代の狂信者、俺もその一人に過ぎない。愛する人の小さな願いすら叶えることができない。何よりも大切に守るべき幸せを自ら放り捨て粉々にしたのだ。お前のせいだ。はあ、父親に向けられてた言葉だったのか。村人が減ったのは、まあ、これ工場の件があってってことなんだね。今のが交通事故の前に起きたこと。そしてこれが交通事故の時ってことか。新谷さん、どうしてここに。ピハちゃん、やっと来たのね。声が話せるようになったの。呪いは消えていない。だからまだ話せないの。ピハラちゃんが聞いてるのは私の心の声。私が映写機でフィルムを再生しなかったから。うん、映写機でフィルムを再生していれば呪いは解けた。キャラちゃんは自分を責めないでって言ってたでしょ。キャラちゃんがどんな選択をしても私はそれに協力するって。
でも本当のことを言うと、私は最初からキャラちゃんにこの記憶を取り戻してほしくはなかった。この記憶はキャラちゃんにとってあまりにも重すぎる。あ、だから喋れたらここでさ、ね、もうバイバイって記憶を消しておくっていう選択だったね、さっきのエンディングはね。鹿島村は登山のせいで衰退して、悲劇が運命付けられた時代だった。キャラちゃんのお父さんも鹿島村の村人たちも、あの時代の狂信者であり、犠牲者でもあった。飯谷さん、あなたは誰なの？どうしてここにいて、どうしてそのことを知ってるの？キャラちゃんとの約束だもんね。すべてが終わったら真実を話すって。それは遥か昔に始まる話。幻影列車。幻影列車は意識によって生み出されるもの、そして現在と過去の記憶をつないでいる。私たちは列車を通じて過去に隠された真実を探すことができる。100年前、鹿島村のとある甲府の家に一人の女の子が生まれた。女の子は方針の生まれ変わりで、幼い頃から常人とは異なる能力を持っていた。しかし、その能力は彼女に地位や栄養を与えはしなかった。その代わり、彼女は100年の孤独と苦しみを耐えることとなる。ああ、生まれ変わりだったのか、やっぱ。石炭さん、今日はなんだか元気がないみたい。石炭のせいなんだね。もうすぐ遠いところへ行くんだ。石炭さん、どこへ行っちゃうの？戦争が始まった。この列車は兵士を前線まで送り届けるために搬送されてる、徴用されることになったんだ。お嬢さん、戦争が終わるまでしっかり生き抜くんだぞ。うん。こいつは。パパが言ってた妖怪だよ。ママから聞いたけど、この人はもう30超えてるんだってよ。人間から年長すっとってる。そんなに若く見えるんだって。私は妖怪じゃない。いまいましい妖怪め、村から出ていけ。二度と着替えてくるな。いじめられてたわけか。おい、お前ら。こいつ、用術を使い方と逃げろ。なるほど。助けてくれたんだけど、そういう風に見られてしまったってことか。大丈夫か、お嬢さん。キタンさん、ありがとう。最近のことは全く本当に礼儀知らずだな。お嬢さん、気にするんじゃないぞ。うん。これで30歳なんだね。石炭さん、私、石炭さん帰ってくるまでずっと祈ってるね。必ず帰るさ。また外の世界の話を聞かせてもらうにはならんしな。お嬢さん、語りは本当に面白い。そのうち、夏目漱石みたいな大作家になれるかもしれんぞ。はあ、これで作家を目指すわけか。なるほど。戦争は勃発し、鹿島村の男たちは皆前線へと向かった。かつて村は、火が闘志の共有に包まれていた。女の子は奉仕の力を借り、多くの村人たちを危機から救った。時代に鹿島村では奉仕の遂行が盛んになっていった。村人たちは尊敬の意を込め、女の子を神宮と呼んでいた。神宮様が、言ってたもんね。ああ、そういうことなのか。でも石炭さんはいない。また。長中線の聖書書を発表し、無条件降伏を宣言した。1945年かな。神宮様いらっしゃったぞ。神宮様ありがとうございます。石炭さんは、石炭さん、鹿島村の鉱山列車に住んでるんです。あの列車はどこ？
その校舎は我々が前線で送られる途中、敵の爆撃に遭いました。爆弾が天の火のように降り注ぎ、列車が横断中だった橋を爆破して、車内にいた全員が川へ転落しました。こぼれ死にの覚悟した時、見えない力で岸に引き上げられたんです。方針教の信者でない兵士はみんな川底に葬られました。はぁ、あ、方針様のご覚悟は我々を救ってくださったんです。戦場で敵を殺す機会は方針様が我々に与えてくださった。我々はいつもまでも方針様を遂行いたします。はぁ、あ、じゃああの中で助かったけど一番大事な犯行のせいはってことか。はぁ、あ。リンクは経験な信者たちを呆然と眺めた。彼女は神壇へ押し上げられ、万人に崇拝された。しかし彼女は孤独は深まるばかりだった。待って、ってことは、あ、こっちは行けないか。神が人間界に深く干渉することはできない。それが自然の法則だからだ。神宮はこの法則に背いた。彼女は法人の力を利用し、鹿島村にあまりの多くの恩恵を与えた。あー、でもそれは知らなかったってことだよね。自分がそういう力があるっていうのはね。作物は雨上がりのタケノコのようにぐんぐんと成長した。しかし神の恩恵を得るには代償も必要だった。それは毎年の方針祭で生きた人間を供物とすること。その時代、多くの老人が自ら命を捧げた。こうして戦後の鹿島村は驚くべき速さで発展したのだ。その間に犠牲となった村人は11名にも及ぶ。1年2回で11年ね。今年の成果はいい出来ね。きっとみんな喜ぶわ。みんなが来る前にちゃんと熟してるか見てみよう。追加からかすかに人の話し声が聞こえる。おい、神宮さん8時も過ぎてるね。まるで10代の娘みたいだな。見たことないか。なんでも神宮さん人間の寿命を吸い取って若さを保ってるっていう話だ。まさかそんなことはないだろう。みんな寿命を去られてのを恐れて、神宮さんは近づかねえんだ。やだね。助けてもらったけど、なんかいいように使われた感はあるよね。追加からかすかに人の話し声が聞こえる。隣には畑仕事辞めるんだってよ。そりゃそうだ。今は壁が儲かるからな。おい、方針は壁の予想もしてくれるのかな。バーカ、方針は追加の成長を早める以外には何もできやしねえよ。追加からかすかに人の話が聞こえる。だから聞こえるっていうのはまたえぐいよね。村長の肌と生贄になる人がまだ見つからんそうだ。今は皆衣食も足りてるし、病気も災害もない。誰も生贄にはなりたくねえよ。ってことは、生贄、狐の嫁入りのやつの生贄って、ここの子だったの？ここのためだったってことか。あ、お姉ちゃんごめんなさい。わざとぶつかったんじゃないよ。ごめんで前が見えなくてお姉ちゃんがいるのに気づかなかったの。大丈夫だよ。お姉ちゃん、ほうれん草いっぱい食べなきゃダメだよ。まさか。お姉ちゃん体弱いでしょ。私みたいな子供でもやっつけちゃいそう。ママがね、ほうれん草いっぱい食べたら体が丈夫になるって言ってたの。元気いっぱいになったら簡単にやられたりしないよ。心配してくれてありがとう。ほうれん草いっぱい食べるね。何してるの？神宮さんも申し訳ありません。じゃあご迷惑をおかけして。大丈夫ですよ。少しぶつかっただけで。子供は元気あっていいですね。あ、この子は神宮様に本当に申し訳ありません。いえ、大したことじゃありませんか。あまり気にしないでください。なんと寛大なお心でしょう。
そうだ、気を思い出しました。それでは新宮様、失礼いたします。はい。女性の温かな表情を見て、シングははっきりと理解した。村人たちの感じに対する恐怖心は消えてなどいなかった。シングを連れ立って神殿へのし上がったその恐怖心は、異形という名の存在になった。異形ね。シングが一緒のことを感じたとき、ある人は彼女の世界に飛び込んできた。素敵な景色ですね。あー、それでここをつながるんだ。はい。すいません、私この辺りにあまり詳しくなくて、柏村へはどうやって行くんですか？森の中はまっすぐ進んで、木橋を渡るとすぐです。そうですか、ありがとうございます。何のご用で柏村に？主人が柏村の視察をしてるんですけど、今朝はお弁当忘れて行っちゃったから、だから持っていくところなんです。あの人とはすごく仕事熱心なんですけど、日常生活ではほぼぼんやりしてばっかりで。そうだ、このおにぎり、私の故郷の郷土料理なんです。作りすぎちゃったからお一つどうぞ。どうぞ食べてみて、すごく美味しいんですよ。あら、どうしたの？家族と喧嘩でもしたの？大丈夫よ、ゆっくり食べて。おにぎりはまだいっぱいあるから。いや、来ないのかと思ったわ。ずっと待ってたんですか？うん、今日も美味しいおにぎり持ってきたの。味はどう？うん、すごく美味しい。主人の仕事が終わるまで毎日ここ来るわね。毎日か。ありがとう。ねえ、知ってる？あなたを見てると娘のことを思い出すの。私より下、あなたより少し年下なんだけどね。私の一番願いは娘が幸せに成長するのを見守ること。あなたに何があったかわからないけど、もしも娘に同じことが起きたら私はきっと悲しいわ。だから私に感謝なんてしなくていいの。だってこれは親心なんだから。ご主人が鹿島村で何をなされているのか聞いてもいいですか？主人は投資顧問しててね、鹿島村に食品加工工場を建てたいっていう会社があって、そのリスク評価を担当しているの。村の皆さんほとんどが工場建設に反対しているらしくて、説得するのに相当苦労してるみたい。もしかしたら方針さんに行って方針に祈れば。方針はとても霊験新たかな神だから、あなたたちのせいに感動して工場建設を順調に進めてくれるかもしれません。方針の話は主人が聞いたことある気がすると。私は方針の信者じゃないけど、それでもお願いを聞いてくれるのかしら。ああ、これでじゃあお願いしに行ったっていう流れなんだ。心の底の願いさえすればきっと手を差し伸べてくれるはずです。そうなのね。それじゃあ絶対試してみるわ。まだまだ自己紹介してなかったね。私は木原綾子よ。私は、ね、桐谷ゆきって名乗ったんだ。じゃあ、つながっていたんだね、もともとね。キングは綾子に嘘をついた。桐谷ゆきというのは、シングが作った偽りの名だった。シングは特に自分の名前を忘れてしまっていた。その上、方針はそうやすやすと神の力を授けてはくれない。シングは自分なりのやり方で綾子に力を貸すことを決意した。シングさんはどうしてまたこんなところに？
ここで映画を見るのはいいわね。映画をご覧になりたいなら私が手配しますので、こんな湿っぽくて暗い場所で万一到底お方ら体に傷でもついたら。あーで渡部が、そうかそうか、渡辺が直接伝えてたからね。何が見える？映画が見えますね。私も見たことがある映画ですよ。それから？映画を見てる村人たちが見える？ああ、見えますね。楽しそうでしょ。いつだったか、開発事業者が鹿島村に建設を建てようとしたときにね、前の所長さんは猛反対したの。最終的に劇場は黒森町に建てられ、村人たちは今映画を見たくなったら黒森町まで行かなければならない。キング様。渡辺さん、あなたと村人の何が工場建設に反対していることは知っています。でも工場ができたら村人たちは安定した仕事を見つけられるし、収入だって今より増えるでしょ。それに、体の老化が始まっているのを感じるんです。女。もうずっと前からなの。体調は悪くなる一方で、物覚えも昔ほどよくはなくなった。子供の頃に出会えた妖怪、私の唯一の友達だった。その彼の名前すら思い出さなくなってしまった。私はあとどれくらい村を守り続けられるかわかりません。あの会社は果物ももっとよく育ててて、村人たちを今よりも豊かにしてくれると聞きました。それはこれまで私がやってきたことと同じでしょう。神宮様。渡辺さん、私はあなたの成長をずっとメモってきました。なんだかおかしな話に聞こえるかもしれないけど、そんなことありません。神宮様はずっと私の尊敬する人です。ありがとう、渡辺さん。あなたのことを誰よりも信頼しています。だから工場建設のこと、どうかお願いします。神宮は優しく温かな人だった。しかし彼女はその優しさが悲劇を招くことになろうとは思いもしなかった。そうだね、それが結局住人の反対とかいろいろ起こって車で逃げる羽目になってっていう流れだもんね。あやこさん、飯谷さん、私受けなくて。お願い、夏森を外へ。娘を安全な場所へ連れて行って。分かった、すぐ戻ってきて、綾子さんのことも助けるから。神宮は外見こそ若いが、その体70を超える老人のようなもの。あなた力尽くしいキャラちゃんを助け出した。心配しないで、今から綾子さんを助けてくる。助けようとした時、彼女が目にしたのは火に飲まれた車だった。あー、だからここで一回死に関わることっていうか、ダメって言ったんだ。神様自らで自分の力でやったけど、どうしても死は変えれないってことだね。念写は死という真実を変えられない。お前もよく知っているはずだろ。荷物はまとめた？お人形がまだ。人形はいいの。ママがまた買ってあげる。うん。あ、どうしてここから出ていくの？パパはここでお仕事が終わったの。だからここを離れるのよ。海にいたくない？札幌に行って海辺に小さな家を建てるの。海側にあって窓を開けると海鳥が海の上を飛んでいくのが見えるのよ。
パパとママみんなで撮った写真がまだ壁にかかってる。そうね、すぐ下ろすわね。あやこさん、まあだからやっぱ何回もやってたんだね。すでに虫の息だった。しっかりして。お願い、生きて。あなた助からん、諦めろ。かやこさん言っていた、あなたが幸せに成長するのを願ってるって。あなたの人生はまだ始まったばかり。あなたは生かせはしないわ。おい、何をしている。チングよ、私の力をこの人間に渡したというのか。その代償を知ってのことか。方針様、私は無数の悲劇を生み出しました。今回だけはこの悲劇はやり直させて。キング様、ここが危険です。離れてください。この中はまだ息あるぞ。救急車はどこだ。キング様、負傷者は病院に搬送されました。ここは危険です。帰りましょう。全部私のせいで。あの日、映写室で私があなたにお願いなんてしなければ。私は映写室であなたとお会いしたことなどございません。ん？どういうこと？神宮様は工場建設にずっと反対されておりました。それを私は勝手に同意書に署名したのです。これは私の責任です。違います、渡辺さん。これは私の。神宮様。あなたに意見するのはこの長い間で初めてのことです。あなたは鹿島村のために衣装を捧げてこられた。どうか今お休みください。神宮様はお話しなさるのがお好きでしょう。私も子供の頃からよくお話を聞かせてもらいました。脚本を書きたい、映画を作りたい、そうおっしゃってました。脚本を書いたり本を書いたり何をしてもいいんです。皆もきっと神宮様の映画を応援してくれるはずです。安心してください。鹿島村は必ず持ち直します。だから神宮様、残りの時間でご自分の人生を生きてください。自分の人生を生きるなんて、とても簡単な一言だ。しかし、神宮にとっては、遠く手が届かないものだった。診断に上がった瞬間、彼女が自分の人生を持つことは叶わなくなった。神宮が身勝手に、方針の力を使用した罰として、方針は神宮の声を奪った。方針は神宮の声を借り、信者たちに命令しようとした。しかし、バブル危機の下で、鹿島村の生態はとどまることは知らなかった。若者は鹿島村を離れ、高齢者は次々とこの世を去った。信者を失った方針は、平行心と同じ結末をたどることとなった。我々が命を捧げ、鹿島村は繁栄を遂げた。それはお前が一夜のうちに台無しにした。お前を許さない。身勝手やね。ありがとうございます。ん？急に？あなたが、娘を助けてくれたと聞きました。
ひなちゃんはもう別状ありません、ね、ありがとうございます。本当にありがとうございますと。そうですか。よかった。で、1994年の冬に新宮は息を引き取ったと。いや、これもやっぱり霊体なのか。時が経つのも早いね。あなたは全然変わらないわね。相変わらずお肌もすべすべ。ね、見て、数年前に死んだはずなのに、この前、目尻にシワができたのよ。まさかの。あやこさん、ごめんなさい。どうして謝るの？私が村長にお願いして、工場建設で同意してもらったの。私さえ同意しなければ、その後のことは何も起こらなかったのに。そっか。ケイタさん、もしあなたが同意しなかったとしても、結局工場は建てられていたわ。誠一の交渉が失敗していても、また新しい会社が交渉に来るだけのこと。誠一はこんな風に言ってたわ。これは時代の変化の結果なんだって。時代の変化って恐ろしい触媒よね。サンガや田畑、高層ビルが建ったかと思えば、あっという間に廃墟と化すこともある。そんな力に誰も逆らえないわ。だから、あなたのせいじゃない。私は謝ったりしないで、むしろ感謝してるんだから。三谷さん、夏森を、救ってくれてありがとう。では私もお礼を言いたくて、私は世界を救えるんだってずっと思ってた。思い返してみると、私は神の力を借りてみんなのご機嫌取りをしていただけだった。もっとそばに来てほしい。私は異類の存在として扱わないでって。でも助ければ助けるほど人々は私の力を恐れた。救助された後、木原さんが涙を流しながら何度も何度もありがとうと言ってくれて、私は初めて自分の存在意義を感じた。とても素晴らしい気持ちだった。でも遅すぎたみたい。遅くなんてないわ。まだ叶えられていない願いがあるんでしょ？どうしてわかったか知りたい？あなたの目は誠一と似てるから。強い願望を宿している。初めて会った時、あなたの目には全く正気は感じられなかった。でも今は違う。やっとキラキラした目になったわ。でも私はもう、飯谷さん、ここに来るにはまだ早すぎるわ。ここまでの道は誰かが作ってくれた道。仮道を探しに行くの。あなた自身の道をね。私の道。あやこさん、この道が本当に存在するのは私頑張って見つけます。私はここであなたの帰りを待ってるわ。その時また家臣の話をたくさん聞かせてね。帽子や眠りついていたが、その力はほとんど家臣ちゃんの、木原ちゃんの体内に残っていた。その力がいつか方針を蘇らせてしまうかもしれない。その力を解き放つためには、そして私は木原ちゃんの前に現れた。私の肉体すでに塵となったけれど、相沢さんと同じように執念が私の魂をこの世にとどまらせていた。木原ちゃんの体内にある力を取り戻そうと思ったけど、事故の後、木原ちゃんは黒森町を離れてしまっていた。数年かけてようやく札幌であなたを見つけた。あ、札幌にやっぱ行ってたんだ。そして私は残された力でキャラちゃんの意識をここに呼び寄せた。つまり、ノートや羽や念写のことや映写機も、私はあなたを騙していたの、最初から。キャラちゃんは私が仕掛けた罠に足を踏み入れただけ。本心の声を奪われてしまったからノートで話すしかないし、羽と劇場の映写機は本心の力を解放するための鍵となる道具だった。キャラちゃんが最初に映写機で念写を手発動したとき、方針の力の一部が摘出された。あの時、キハラちゃんが混成状態に陥ってしまったのは、おそらく、方針の力が宿主から離れ前と抵抗して、念写が不安定になったから。つまり、今私の中に方針の力があるってこと？最初はキハラちゃんにもう一度映写機を使わせることで、残りの力も解放つもりだった。でももうその必要はないわ。劇場でのこと、そしてキャラちゃんが私を心から信頼してくれていたこと、それで私はようやく分かったの。あなたは私と同じじゃない。私は自分の欲望と劣等感から村人を助けた。抜け物にされるのを恐れて無限に与え続けた。慈悲深さを示すことでみんなから認めてもらおうとしていた。
その強い欲望が方針の糧となった。キャラちゃんは私を信じ妖怪たちを助けた。それらは全てキャラちゃんが自分の心のまま決めたこと。だからあなたは方針の傀儡になる定めではない。今キャラちゃんの体内に残っている力はごくわずか。あとは時間とともに消えていく。ごめんね、キハラちゃん信じてくれたのに、最初からあなたを騙していて。でも売れない作家っていうのは本当なんだからね。新宮より本を書く方がずっと難しいわ。金谷さん、謝る必要なんてないわ。金谷さんが星の力を授けてくれたおかげで事故から生還できた。その力も今なくなってほっとしてる。それにすごく有意義な旅だったしね。友達もたくさんできたし、想像したこともない冒険もできた。本当に楽しい冒険だったわ。私も絶対本に書くわ。でも、方針の力が完全になくなったら妖怪も見えなくなっちゃうの？そうよ、キャラちゃんはごく普通の女の子になる。今よりもたくさん人間の友達ができて、彼らに溶け込んで、まだまだいろんな人がキャラちゃんのことを待ってるわ、絶対にね。インターさん、この旅は私の人生一番大切な思い出だわ。これほどの罪を背負ってキャラちゃんまで騙して、それでもキャラちゃんは人生の大切な思い出になれてるの。金谷さん、死んだに祭り上げられる万人に崇められていた神はもうこの世にいないわ。私が知っているのは作り話が好きで締め切りに恐れ遅れてばかりいる売れない作家の桐谷ゆきよ。桐谷さんのことずっと忘れない。ありがとう、キハラちゃん。キャラちゃんとご用心に会えたことは生涯で何よりの幸運だわ。列車が来たわね。そこの扉を出て列車に乗れば家に帰れるわ。これからどうするの？来年ここにダムが建設されて、鹿島村は永遠に水底に沈む。鹿島村は私が一生かけて守ってきた場所。だから最後の瞬間まで彼女のそばにいてあげたいの。ダムが完成したらあちこち旅をするわ。三原ちゃん、札幌に招待してくれたでしょ。旅の最終の目的地は、最初の目的地は札幌で決まりね。待ってるね。それじゃあまたね、木原ちゃん。またね。夢うつつのような冒険終わった。8歳以前の記憶は未だに不完全だ。あ、不完全なんだ、これは。この記憶を取り戻すことは永遠にできないかもしれない。世の中の全ての物語はそうでないけれど、一度経験した二度と戻れない。はい、ということで、鹿島じゃないわ。黒森町キタン終わりですね。いやー、二つ目のエンディングボリューム全然違かったね。まあ、すごく苦戦回収っていうか、回収パートみたいな感じだったけど、結局、そうだね、ゆきちゃんが、いろいろと力を使って動かしたがために起きたことっていうことか。でどっちかっていうと、アシンちゃんの家族は巻き込まれたみたいな感じだね。で、気になったのはその生贄の話だけどさ、その、まあ、11人生贄になりましたって話で人間の話だけどさ、衰退していって、その、なんだっけ、玉先系キツネのやつだね。キツネのやつがさ、生贄をあげてた妖怪がいるじゃん。あれが誰に与えてたのかって話だね。でもそれもユキちゃんになるんだろうけどさ、もう知らないやつって言ってたから、それはそれであれだよね。でも言葉に出せないっていうか、神様の名前出せないっていう話だったから、多分ユキちゃんなんだろうね。まさかの。ここ3人猫揃ってるんやね。
まあでもそうだね、結構人間の嫌な部分を見たっていうのもあるけど、まあ、題材にしてる内容が題材だからね、まあ、海外の人が作ったゲームだろうけど、まあ、なかなかそこ取るかっていう感じもあったから、やりながらちょっと違う意味でドキドキしてたまあ印象残る事件だからね。まあこれでエンド2と。夕飯はまだ食べてなかったのか。うん、帰りに用事があって遅くなったから。そうか、まだ仕事があるから俺の分はいい。うん。これは。一応持ってたけど意味がわからないからっていう話になるのか。そんな。マシン、この絵はどこで？それは知り合いが。ううん。絵が上手な妖怪さんからもらったの。そうか。マシン、機会があればその妖怪さんにありがとうと伝えておいてくれ。そうだ、写真立て探してた時、父さん書いた原稿見ちゃった。バブル時代の反省って講義、私も聞いていい？どうして急にそんなに興味を持ち出したんだ？講義は明後日の夜だ。10分前に来ること。あと講義では専門用語を扱うので、勉強のための図書リストを用意しておこう。すべて入門書だ。うん。まあ、これで親子関係もね、良くなればいいよねって感じだね。急に。いつも応援してくださる家族の皆様、仲間、そしてプレイヤーの皆様とローカライズにお感謝申し上げますということで、無事終わりと。スペシャルサンクス入れたらもう多分全部制覇みたいな感じかな。最後に本作をプレイしてくださった皆様に心より感謝申し上げますと。はい。ということで、一応、全クリかな？あ、いや、まだ続いてるわ。本屋の店長。家臣さん、またこんなにたくさん買って、前に買った本はもう読み合ったの？うん、大好きな本だから一気に読んじゃった。さすが家臣ね。あら、この本も買うの？あなたの趣味じゃないような気がするけど。それにこの桐谷ゆきって作者も聞いたことがないわね。その作者は私の大切な友達なの。あ、そうだったのね。それは失礼なこと言ってたわね。黒森怪談と小林川先生の仮面事件簿で合計？忘れるところだったわ。これ仮面事件簿とセットになってる暗号カードよ。暗号カード？この本には謎解きがたくさんあって、この暗号カードを使って解読できるようになってるの。小早川先生独自の仕掛けなんですって。暗号か。あ、小早川先生って、めぐみさんそそのかした人？暗号カード。ね、だよね。あれは寺島秀次独自に使った暗号カードだ。めぐみさん言っていた。ただは、ティニー天童信者であり、劇場で起きた毒ガス事件の黒幕。寺島秀子。そういうことだよね。まあ、隠語、まあいろいろあるんだろうけど、うわ、ちょっとゾッとした。
ってことは、じゃあ資金源とかまあまあいろいろある、資金源にもなってるってところもあるんだろうけど、自分の題材のために利用したのもあるかもね。ああ、これ続きから始めるとどうなる？17からスタートなんだ。ああ、ってことは、まあエンディングを選ぶところからか。黒いフィルムで終わりだもんね。待って、暗号だけ見たくね？じゃない、下か。まさかそこで回収すると思わなかったな。じゃあどこに行ったって話だよね、この人ね。そうだよ、だって何もというか、その後どうなったか分かってない人だもんね、そういう意味ではね。じゃあ大好きだった人が実はそのめぐみさんのっていうあれね。はあ、はい、ということで、じゃあこれにて終わりたいと思います。まあそうだね、一応黒森北はこれにて終了という流れかな。まあ結構長かったね。いや面白かった。なんかちょっとずつつながっていく感じとかね、あれはよくできてるなって思ったけど、まあでもそうだな結局謎な部分は謎のままってことだし、ゆきちゃんも結局帰ってきたかって言われると分かんないっていう状況だったから、まあ、ちょっとゆきちゃんの気にはなるけどね。ちなみに、実績は全て解除です。 100% です。はい。なのでまあこれ以上何か新しいものが見つかるっていうことは基本的にないかなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。またそうだね、他のゲームもねいろいろやっていきたいなと思ってますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。